国際労働機関、国際労働機関、国際労働機関、略称 ILO は1919年に創設された世界の労働者の労働条件と生活水準の改善を目的とする国連最初の専門機関。本部はスイスのジュネーブ。加盟国は187カ国、2016年2月、現在。日本は常任理事国であるが、 労働者保護に関わる重要な条約、1号条約、1日8時間、週48時間制、47号、週40時間制、132号、年次有給休,休暇、140号、有給教育休暇など、が未批准である。ILO の組織は、総会、理事会、国際労働事務局等の本部組織のほかに40以上の国に、地域総局と、 現地事務所を設けている。また、ILO は、社会対話の推進から、国際連合機関の中で唯一、加盟国が、政府、労働者、使用者の三者構成で代表を送っている。開発途上国への技術研修などの役割も果たしており、そのために、国際研修センター、トリノに、設置を置いている。総会は、ILO の最高意思決定機関である。 通常は毎年1回、6月に開催され、国際労働条約、韓国の審議、採択、各国の実施状況の審査、加盟国の承認などを討議する。加盟国の代表は政府代表2名、労働者代表1名、使用者代表1名の計4名からなる三者構成をとっている。政労使の各代表はそれぞれ独立して発言や投票を行う。 この他に、約10年に一度、戦員引動のみを審議する、開示総会がある。理事会は、ILO の執行機関である。総会の決定事項の執行や ILO 事務局の監督を行う。理事は、政府理事28名、労働者理事14名、使用者理事14名の、計56名で構成される。このうち政府理事10名は、常任理事国、アメリカが死国。 イギリス、フランス、ドイツ、日本、イタリア、ロシア、中華人民共和国、インド、ブラジルから任命される。国際労働事務局は ILO の日常業務を遂行する機関である。事務局には理事会が任命する事務局長のもとに2000名を超える職員がおり、諸会議の報告書作成や労働、生活条件の国際的な資料収集と分担を行っている。 ILO には百八十九の条約、ILO c ンベンションス o ち撤回、廃止十一、棚上げ十九と二百五の勧告、ち撤回三十六、置き換え二十二がある二千十八年八月現在。設立以来、具体的な国際労働基準の制定を進めてきており、近年では男女の雇用均等や同一労働同一賃金の徹底、強制労働と、 児童労働の撲滅、移民労働者や家庭内労働者の権利にも力を注いでる。ILO 総会で採択される条約を国際労働条約という。それを批准した国だけしか拘束しない。しかし、採択時に反対した加盟国も条約を自国で批准権限を持つ機関、日本では国会に提出しなければならない。日本は、 49の条約を批准しているが、これは全条約のうち約4分の1、ヨーロッパ諸国のおよそ半分、またはそれ以下である。例、ドイツ83、イギリス86、スウェーデン92、フィンランド98、オランダ106、ノルウェー107、フランス123、スペイン133。一方、アメリカ、カナダ、韓国などは日本よりも批准数が少ない。 ファンダメンタルコンベンション、最優先条約。その他、日本は、設立時から参加しており国際会議には、政府、使用者、労働者、松岡小地ほ他のそれぞれ代表を送っている。1938年に脱退し、サンフランシスココ和条約調印の1951年に、ILO への復帰を果てだた。1922年以来、脱退。 再加盟を経て1954年から常任理事国を務めている。1975年からは政府、労働者、使用者の3者すべてが常任理事となっており、理事会における議席を占めているものの国内は、派遣業界が ILO 勧告を守らないなどといった例も数多く見られる。これに対し、拠出金や人的協力においては、 非常に協力的であり ILO 側からも高く評価されている。ILO が採択した184条約、執行後条約を除くのうち、日本が批准しているのは48条約で、全体のおよそ4分の1にあたる。以下は、日本の主な未批准条約。一号条約、1日8時間、週48時間制、47号、週40時間制、 132号、年次有給休,休暇。140号、有給教育休暇などの労働時間、休暇関係の条約。1998年の ILO 新宣言、労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言で最優先条約とされた8条約のうち、105号、強制労働の廃止。111号、雇用及び職業における。 差別待遇禁止の二条約。その他、3号、母性保護、94号、公契約における、労働条項、95号、賃金保護、97号、移民労働者、103号、母性保護、改正、148号、作業環境、149号、看護職員、151号、公務労働者、154号、団体交渉。 155号、労働安全衛生。157号、社会保障の権利維持。158号、使用者の発意による雇用の終了。171号、野行。173号、労働者再建の保護。174号、大規模産業災害防止。175号、パートタイム労働。177号、在宅形態の労働。183号、 母性保護など。日本では特に、労働時間関連、母性保護関係、雇用形態についての条約批准に消極的である傾向が伺える。連合、全労連など、日本の労働団体はこれら未批准の条約の早期批准を求めている。いずれかの国が人道的な労働条件を採用しないことは、自国における、 労働条件の改善を希望する他の国の障害となると ILO 検証に書かれている通り日本も国際労働機関から早期批准を求められている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。